皆さんこんにちは、ジャーナリストの岩上康美です。今私は文化放送、日本語で言うと文化放送ですが、韓国の MBC という放送局に来ております。その1階の、これは何の部屋ですかね。これはこの部屋は、いい방、어떤방인가요？노동조합사무실で、労働組合の、事務室の会議室です。なるほど、労働組合の事務室会議室です。この MBC の局の周りにはですね、さまざまなスローガンが貼られていて、労働組合のスローガンが小さく貼られ、経営者側のスローガンが非常に大きく貼られているという状況にあります。労使が真っ向から対立しているというのはよくわかります。今からお話を伺うのは、この MBC の記者、元記者になりますね、記者を解雇されてしまったということなんですけれども、そして全国の報道機関が入っている全国言論労働組合、その文化放送、つまり MBC 本部の PR 局長、労働組合の PR 局長ということになります。お名前がですね、イ・ヨンマさんです。イ・ヨンマさんをご紹介します。はい、イさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。イーさんは記者を解雇されてしまったということですが、事情を教えてください。今、社員で亡くなってしまったんですか、それとも記者で亡くなっただけなんですか、左遷されたということですか。あ、이제사원이아니고요、MBC 에서는더이상이제제기록이이제남질않아요。그리고이제해고된이유는이번그파업주도한혐의를갖고있어요。それは不当解雇だとして、訴えるなり何なりしてるんですか。당연히저일단해고에대해서부당하게생각을하기때문에재심을청구했고요。3월5일에1차해고가됐고거기에대해서재심청구를해서3월20일날재심결과가확정이됐어요。역시해고로。앞으로이부분에대해서는뭐그법적으로소송을제기하든지따로조치를또알아보고있어요。준비중なんです。はい、準備中です。最新というのはこれはあくまで会社側に対してということですね。はい。なるほど。このスト、MBC はいつからスタートしたんでしょうか。また何を目的としてのストなんでしょうか。MBC 파업의목적은가장중요한목적、최대목표로생각하고있는것은공정방송쟁취。지금현정부그리고특히지금사장이 MBC 에온뒤로이뉴스와시사프로그램에있어서공정성문제가많이훼손이됐어요。정치적으로지나치게정권편향적이고그리고정권에조금이라도예민한사안사회적인사안들그리고뭐재벌이라든지어떤그기득권층검찰이라든지이런부분들에대해서비판적인뉴스가우리뉴스에서다사라졌어요。그래서그런어떤공정방송그걸쟁취하는게가장큰목표고요。그것을위해서는지금이렇게공정방송을훼손한주범격인지금사장김재철사장이퇴진해야된다。그게선행조건이라고일단생각을하고있어요。사촌의이름은뭐라고했어요？김재철。김재철です。김재철。김재철さんはいつその社長にお生まれになった？またそれ2010년 3월인가2010년그2년됐어요지금。이명박さんの審判なんでしょうか。元はどういうことをしてた人なんでしょうか。원래 MBC 기자예요。元 MBC 기자였고그다음에지방계열사사장을지냈고요。근데이분이평소정치부기자생활을하면서이명박대통령과도상당히친분이두터운분이고이명박대통령이이분한테반말을할정도로친한사이에요。キムさんはこの放送委員会ですか、そこから選ばれたということなんですよね。MBC 는좀 MBC 사장선임구조가약간복잡한데요。MBC 사장을선임하는기구에방송문화진흥회라는데가있어요。근데방송문화진흥회에이제 MBC 가주식회사잖아요。 MBC 가주식회사인데 MBC 대주주가방송문화진흥회
여기가 70%의 주식을 가지고 있고 30% 주식을 정수장학회가 가지고 있어요. 그렇기 때문에 MBC 사장은 사실상 방송문화진흥회에서 임명을 하게 돼 있는 건데 방송문화진흥회에 정부와 여당의 입김이 상당히 많이 작용을 할 수 있는 지금 구조가 돼 있어요. 그래서 방송문화진흥회 이사가 9명인데 그 중에 6명이 정부 여당에서 추천한 인사들이고 3명이 야당에서 추천한 인사들이에요. 그렇기 때문에 실질적으로 정부 여당에서 누구를 사장으로 시키자라고 하면 그대로 관철되는 그런 구조예요. 정수. 네, 정수. 시도 남아있어요. 사람 이름인가요, 정수가? 아, 정수가 박정희의 정. 네. 그다음에 유경수의 수. 아, 그래. 아, 박근혜는 오토산도 오가사 모토 대통령이었다. 박정희의 정. 오가산다 유경수의 수를 합해서 정수. 공세의 보도는 こういうような 元々 構造になっているんだったら 常に政権批判はできないということなんじゃないでしょうか。つまりイ・ミョンバク政権になって特別歪んだということではないという気もするんですが、いかがでしょうか。それともイ・ミョンバク政権は特別その報道に対して圧力をかけるような姿勢があるんでしょうか。이 정부 들어서죠. 그러니까 그 전에는 예를 들어 이명박 정부 이전에 노무현 정부 그리고 그 전에 그 김대중 정부 이게 점진적으로 거꾸로 그 아예 그러니까 아, 그 얘기를 들어주는 게 좋겠구나. MBC가 지금 2012년도에 파업을 하고 있는데요. 이거 목표는 공정방송 쟁취예요. 그런데 공정방송 쟁취라는 이 목표를 가지고 파업을 한 적이 96년이 그 전에 마지막이에요. 그 MBC 노동조합이 88년도에 처음으로 생겨서 87년도인가? 87년도에 MBC 노동조합이 창립이 되고 88년에 처음으로 파업을 해요. 그 뒤로 96년까지 순차적으로 파업을 하거든요. 그 당시 목표는 공정방송 쟁취예요. 그러니까 사회가 민주화되면서 공정방송이라는 부분이 점차 자리를 잡게 되잖아요. 그러면서 96년도 이후, 그러니까 97년이 DJ 정부인데 그때 이후로 공정방송 쟁취를 목표로 파업을 한 적이 없어요. 그러다가 2012년도에 지금 16년 만에 처음으로 공정방송이라는 목표를 세우고 파업을 한 거예요. 그만큼 공정성이 이명박 정부 이후에 특히 그 이명박 대통령이 심어놓은 지금 사장 김재철 사장이 들어선 다음에 많이 훼손됐다는 거죠. 87년から 96년までは ストライキっていうのは普通なんか賃金の値上げとかそういうことでそういうやることが多いと思うんですけど、そうではなくて公正な報道を求めるというやっぱり同じスローガンでこの時代も生まれていたんですか。 MBC 역사상 임금 문제로 파업한 전례가 없습니다. 두 가지 목적인데요. 2つの 목적이 있습니다. 첫 번째는 공정방송 쟁취. 공정방송 같이 돌 것도. 그다음에 또 하나의 파업 이유 중에 하나가 미디어 악법 폐기. 미디어 악호 폐기. 내지는 민주적인 방송법 쟁취. 민주적인 방송법 같이 돌 것도. 그 두 가지 목적이 항상 파업 이유였어요. 그 두 가지가 ストライキの 목적의 이유でした. 목적でした. MBC가 그러니까 MBC 노동조합이 지금 이번이 11번째 파업이에요. MBC 노동조합이 今回で 11번째 ストライキです. 근데 이명박 정부 이후에 5번의 파업을 했어요. 세 번은 미디어 악법 제정에 반대한 파업이었고 그리고 두 번은 지금 김재철 사장 퇴진. それぞれいつ行われたかちょっと覚えてる限り5回の日付を言ってもらえますか。 2008년에 우리가 두 번인가를 해요. 2008년 아마 봄에 한 번 하고 12월에 한 번 하고 그리고 2009년 초에 또 한 번 해요. 그렇게 해서 세 번을 미디어법 반대. 그게 이제 지금 조중동 종편을 만드는 법안이거든요. 거기 반대하는 파업을 하고 그리고 2010년 4월에 지금 김재철 사장이 그전 엄기영 사장 임기가 안 됐음에도 불구하고 정권이 쫓아내고 김재철 사장을 사장으로 임명했을 때 김재철 사장 임명에 반대하는 파업을 그때 39일간 해요. 그리고 이번에 1월 30일부터
김재철 사장 퇴진을 요구하는 파업을 다시 하고 있고요. これなぜ悪法と皆さんは呼んでるんですか。どうして批判してるんですか。일단그그당시그조중동이신문사잖아요。네。신문사인데그때처음으로신문사가방송을소유할수있는법을만드는거고그리고그당시에조중동에게만허용이될거라는걸누구나다알고있었어요네그렇기때문에사실상조중동종편에게특혜를주는법안이다그래서반대를했던거죠그조중동은잘아시다시피그친정부매체잖아요그전부터계속방송에진출하고싶어했거든요그런데그조중동이실질적으로신문부분에서이이미지분이그쪽에서차지하고있는지분이3분의2가넘어요그래서이사람들이방송까지장악을할경우에여론에대한독과점이형성된다고하는거죠아それから先のあの続きなんですけれども、はい、その2008年と2009年にそのメディア悪法に関して反対してたんですねその後2010年4月が4回目のストです、ストですがそれはあの今の現在の社長の前の社長の任期がまだ終わらなかったんですね。ただ任期が終わってないのに政権が変わってからその前の社長を辞めさせてあのこの社長を任命したんですね。それでその4回目のストは社長任命反対に関するストライキでした。それで今回で5回目です。あの今回も同じ厚生報道ということですよね。で社長退陣ということを掲げてるんですよね。ね、石川ちゃん、そうです。FTA に対する反対というのを掲げてはいないんですか。直接的な関係は없어요。直接な関係はありません。예를들어서이제 FTA 문제같은경우도우리가한미 FTA가 국회에서 지난해 11월 말에 통과가 되거든요. 그런데 거기에 대한 반대 시위가 일어나잖아요. MBC 같은 경우는 그 당시에 반대 시위 자체를 보도를 하지를 않아요. FTA 의 어떤 찬성, 그러니까 좋은 쪽만 보도를 하고 그 안 좋은 면, 이 부분은 방송에서 누락을 시키죠. 그러니까 행공 보도という中にこの FTA に対して非常に変更した報道があったりとか、賛成報道があったりとか。あれはまあこれ間接的なイ・ミョンバク政権に対する批判になっているんでしょうけれどもこの社長退陣を要求するということはイ・ミョンバク政権が強力に FTA を進めていることに対するその批判が含まれていたり間接的には含まれているということでよろしいでしょう。간접적이아니라직접적으로관련이되죠 직접적인관계ありますね예를들어서편파보도사례를몇가지얘기를들어보면은変更批判、変更報道の、あの事例をいくつか挙げますと、대표적으로작년에10월26일날11.6서울시장보궐선거를해요그당시에여권에유리한것만보도하고야권에유리한것은보도를잘하지않습니다반대로야권에대해서어떤문제를제기할수있는그런각종의혹들에대해서는열심히보도를하는데여권후보의어떤의혹들문제가되는부분들에대해서는축소보도하거나누락하거나아니면아주보도를안하려다가나중에떠밀려서이슈화가된다음에보도를하거나이런형태를보여요이걸가지고우리가회사쪽에문제제기를하니까그당시사장이김재철사장이보도에문제가있었다라고인정을하거든요그다음에이제두번째문제가발생한게아까이야기한한미 FTA 보도예요한미 FTA 보도가이루어지는데우리는그반대시위이런것도보도를하지않아버리죠그러면서편향적인보도를해서우리가다시회사쪽에다가문제제기를하죠문제가있다심각하다라고이야기하면서이제보도본부장과보도국장그리고정치부장을문책하라책임자들에대해서문책을하라고요구를하는데그때부터회사가대화를거부하죠네그래서결국한미 FTA 보도를계기로해서사실상지금파업까지오게된거예요그아까이야기를했듯이정권에대해서조금이라도비판적이거나정권에불리한거그런것보도를다빼버린다는거죠다음에재발하지않도록하겠다라고얘기를하죠これからはあのこういうことがあの起きないようにでそれで2回目は韓米
あの FTA 反対デモに関する報道なんですけれども、韓米 FTA 反対デモの報道をしなかったんです。それでこれをあの問題提起したら、上から報道本部長、局長、政治局長、報道本部長、局長、政治局長、政治局長を問責されましたね。問責されまして、それでこの報道のことが、これを報道しないことがきっかけで、この NBC のストライキのきっかけになったのは、やっぱり韓米 FTA 反対デモの報道を公正にしなかったことがきっかけになったのは事実です。なるほど。그날 FTA 법안, 그러니까 저희 한미자유무역협정이 통과된 날, 그날, 네, 그게 11월일 거예요. 11월. 예. 기준의 토끼였어요. 기준의 토끼였어요. 비준. 네, 비준. 그렇습니다. 去年の? 去年の 11月. 11月의 토끼니, 그래서 데모가 없구나. 네, 받은 건 그 세 분이신가요? 아니, 세 사람 문책을 요구를 했는데 거부를 하죠, 회사에서. 아, 이건 사원들이 문책을 한 거예요? 아, 그 지금 그러니까 노사 단협상, 네. 단체 협약상, 네. 노조에서 요구를 할 수 있게 돼 있어요. 아, 노조가 이분들한테 한 거군요. 네, 두 번 지금 문제가 됐잖아요. 네. 한 번은 11.6 서울시장 공모선거, 네. 네, 또 한 번은 한미 FTA 보도 네. 문제. 네. 두 번 문제가 될 경우에 노조에서 문책을 요구를 할 수 있고 사장은 그걸 수용하게 돼 있어요. 아. この3人はあの歪んだ報道の責任者だということですね。じゃあいいですか。そうです。責任者です。그이후에또다른그불공정보도문제가제기가돼서사회부장과편집부장추가로문책요구를해요。그이후에도또문제를발생을시켜서사회부장편집부장네다섯명결과적으로다섯명しかしその問責が行われなかったということですね。전혀안하죠대화를안해요아이제대화시간제계획인가하이계획인가하나씩지다시마세요아皆さん求めたのは労働組合が問題提起したってことですか예하이そうです労働組合が계획인に対して問題提起でこの中間管理職をに対して問責を行うところが行われなかった社長がそれを拒否した社長が社長が一切센규정이죠그게앞에96년도까지우리가공정방송문제로파업을하면서그쟁취를했던단체협약조항이에요なるほど、すごい、そうなんですね。公正放送と言ってますが、これ正しく公正放送でよろしいんでしょうか、それとも公正報道なんでしょうか。どっちが、その皆さんの言葉として正しい。맞을까요공정방송이맞을까요뭐둘다맞을거예요그러니까왜공그러니까보도라고하면보통뉴스를이야기하잖아요그런데이런지금말씀드린것은뉴스에있어서문제점들이고우리 PD 수첩시사교양프로그램거기에서도또엄청나게편향적인행태를많이보이거든요그래서지금공정방송이라고좀더크게이야기하는거예요じゃあ以前は公正報道と言ってたのを公正放送に広げたんですね。あ、用語를あの、ディソコさん쓴거예요、항상。항상、ね、예、쓰는거예요。だから英語で言うと、な、フェアなブロードキャスティングとか、フェアなジャーナリズムというか。だから、用語를얘기하면、그래요。예、네。둘다큰차이가있나싶은데、아무래도이제페어저널리즘문제가되겠죠네페어저널리즘문제라고생각합니다なるほど자공정방송이라고言っても間違いではないんですね공정방송과공정방송の両方求めてるっていう方がいいんですか공정방송がもうちょっと狭い意味でもっと大きくあのした意味が공정방송だと思いますけれどもあの報道にしちゃうとニュースだけになっちゃうの で今皆さん使ってるのは공정방송という言葉を使ってそうですね하나더예를들자면もう一つ例えますと그라디오프로그램이라든지 TV 프로그램이런데서사회적인이슈에대해서할말을하는연예인들소위소셜테이너라고불리는연예인들을우리가그다쫓아냈어요김진수사장이후에소셜테이너소셜테이너소셜도엔터테이너아노합성하죠고세고ですね한국류의고みたいなそうですねそのソーシャルテイナーを全部追い出しましたね今の社長が
なるほど。例えばどんな人がいたんですか。예를들면김미화씨。김미화ポッドキャストのその経済バージョンの、ね、김어준씨도있고。これはあのそのポッドキャスターのそのナヌコムスタの、うん、そのリーダーですかね。うん、そのメンバーですね。なるほど。この人もあの別の番組出てましたから。ね、はい。ね、インターネット新聞 の、 あの社長。インターネット新聞。윤도현씨。윤도현。윤도현。그다음에김여진。김여진。김여진。女優ですか。女優さん。あのスクリーンクォーターの制度に反対して映画俳優とかドラマの俳優が立ち上がったということを聞いています。その中で例えばチャン・ドンゴンは。プラカードを自分も持ってデモに参加したとか聞いていますけど、例えばこのソーシャルテイナーの中にそうした韓流スターみたいなのも入るんですか、含まれるんですか。글쎄요、韓流スター그중에누가있을까。韓流スター윤도현씨정도될까。네、나머지사람들은그어떤한류를전파하기위한어떤그연예인이라기보다는국내에서주로활동하는연예인이기때문에韓流スターといったときは海外で人気があるということが含まれるんですね、定義。でもこれあの結構あのその若いあのアイドルじゃないのでみんなその4人、あ、4人は若い、はい、若くないですね。チャン・ドンゴンは、うん、ソーシャルテイナーには含まれないんですか。チャン・ドンゴン氏は별로그냥그런데チャン・ドンゴンは入らない。ただ反対運動に参加した芸能人というんじゃなくて、もっと自分が喋れる人ということなんですね。もともと社会的な思想を持っている人ですね。うんうんうん、でもチャン・ドンゴンは人気あるじゃないですか。影響力あったでしょう。영향力은있는데본인이사회적인문제에대해서는별로발언을안하잖아요。あのチャン・ドンゴンはもちろんペヨンジュンとかそれからあいやそうじゃなくてちょっと聞いて、チャン・ドンゴンとかペヨンジュンとかそれから誰だろう、ちょっと忘れた。というか韓流スターというのは日本で大変人気があります。あのそういうスターがあーまあ FTA に反対をしていると、その FTA と TPP が同じようなものだと分かったら日本の一般の大衆の人も今全然 TPP に関心がない、危機感がないんですが理解してくれるんじゃないかなっていうふうにちょっと耳を傾けるんじゃないかなと、まあ、思ってるんですね。そういう人たちに取材する機会ってありえますかね。그런직접적인활동을하는연예인은별로들어본적이없고요。영화감독들중에서는읽고있어요。아직접的なその韓流スターの中ではあの活動してる人はいませんが、映画監督の中ではいます。FTA 反対の。例えば。글쎄지금딱히떠오르지는않는데제가영화감독들을잘몰라요。예를들면권치린감독이라든지지난번에뭘했더라뭐장무슨그하여튼영화감독들좀많아요。감히 FTA 에반대하는감독들은와여러분나가겠습니다。이제話をちょっと戻しまして、そのこうした不公正な報道とかまあ、を公正にすると、公正なものにしてくれという要求、これはとてもスローガンとしては分かるんですが、具体的にはどういうことを求めているんでしょうか。例えばね、さっきの何か権利の獲得というのもあります。あとは具体的なイシュー、具体的なテーマで、例えば FTA の問題をもっとちゃんと取り上げるようにとかいうことが含まれているんでしょうか。그러니까지금당장해달라는요구는일단은사장이나가는게제일중요한거고요。예를들어서공정보도를해달라고하는것은 PD 수첩에서한미 FTA 문제를가지고보도하겠다、이것이우리사회에미치는영향이어떤게있는지1시간짜리로집중적으로다루겠다라고했지만미국까지출장가서 PD 가제작을해왔어요。그런데방송을못내게해요。それはいつのことですか。いつオンエアの予定だったんですか。あじゅ최근에最近のことです。最近のこと、いつオンエア予定だったんですか。何月何日オンエア予定とか決まってました。8월7일에보내신내장이었었던건가요방송을。아방송을제가알기로그걸3월중순에낼계획을가지고취재를했어요。
3月中旬に、あの、放送する予定だったんですけれども、그걸취재한 PD가 사회적인 문제의식이 많았던 PD가 아니에요. 노동조합원도 아니에요. 그런데 그 PD가 파업 기간 중이잖아요. 파업 기간 중에 자기는 방송을 해야 되니까. 그래서 일본, 아니 미국에 가서 한미 FTA 문제를 취재를 하고 아 이건 상당히 심각하구나. 상당히 심각하구나 해서 이걸 보도를 하겠다라고 했는데 못 내게 하는 거야. 그것조차도. 아니소리모아니다시くれないんですね왜냐하면총선에영향을줄수있다아소선교에영향이あるから소리가ダメだと나로도この PD 手帳の番組がオンエアされなかったのは大変な問題だというのはさっきのえいいいい関係関係さんもおっしゃってたので非常に知られていると思うんですけどこの PD 手帳の事件がストライキの直接的な原因になっているんでしょうか。それとは関係ないですか。이건은파업중에발생한건이고요이미파업이전에도 PD 수첩문제상당히심각했어요예를들자면검찰총장에대한인사검증을하겠다하는데못하게막았죠検事総長自身の人事それとも検事総長が誰か部下を任命するそういう人事ですか아우리가검찰총장이되려면인사청문회국회에서인사청문회를하거든요그인사청문회에앞서서검증을다해요그러니까여야국회의원들도하고언론에서도하고과거우리가항상그렇게해왔거든요그런데이번에못하게막지요예를들어뭐부동산투기의혹은없는지例えば부동산の投機の疑惑はないのか아니면뭐위장전입의혹은없는지기소転入は병역은제대로마쳤는지兵役はちゃんと済ましたか기소転入ってどういうことですか위장전입 그러니까주민등록자기가사는곳과주민등록주소지가서로다른경우죠대부분저부동산투기하거나이럴때많이쓰는수법이에요大体不動産の投機のための手段です아それは主にどういう疑惑なんですか何なぜ、まあね、住んでるところと実際にね投機してるところと実際に住んでるところともこれ違うというのは不動産投機のため不動産の投機でそれは要するに、不正な財産を持っているということ税逃れをしているとか例えば脱税の疑惑があるという意味ですか보통부동산투기하거나아니면아이들저학교학교문제그러니까두가지가가장큰이유예요그부정한아앞에뭐였죠부정한재산그부정한재산을숨기기위한부정한재산을숨기기위한거다부정하게재산을취득하기위해서죠예를들어서지금내가사는곳은서울이란말이에요、네、그런데어디시골에다가내주소를해놔요그러면은그시골에있는땅이나부동산을살수있잖아요그농예를들면농지예농지는농민이아니면사지못하게돼있어요그래서그쪽에자기가사는것처럼해놓고그쪽에있는땅을사는거죠그리고나중에개발이되면부동산값이오를것을노리고서ちょっと脱線して申し訳ないありがとうございますそうしたことを調べるで、検事総長がクリーンな人物かの候補がクリーンな人物かどうかの確認をする皆さんが一生懸命やってました、うん、それは問題になったってことですねいやそれ自体をできなくできない、うん、それを それをそういうのをやるのを検証って言いますけれども、うん、その検証自体が、うん、できないPD 手帳で報道できなかった、ね、つまり取材はしたけどまた放送できなかったってことですねFTA 문제같은경우는다취재를해왔는데도못하게한거고그리고아까검찰총장인사검증이런거아예착수도못하게하는거これは具体的には誰ですかその何という人の身辺を調査しようとした具体적으로그검찰총장님이름한상대지금현재검찰총장現在の検察総長です現在の総長名前は何という言葉か分かりますか한상대한상대한상대これはやっぱりイミョンバク大統領が示した方なんですね。当然です。当然です。任命し、いつ任命したんですか。언제임명？작년여름쯤이었을거예요。去年の夏だと思います。去年の夏。
この PD 手帳の問題が随分弱くすぐっていたということですね、うん、で他にちょっと話は変わりますが、いいですか、ちょっとあの PD 手帳だけじゃなくて、皆さんが取材をしていて安倍 FTA 推進していくとどんなマイナスが起こるか、そういうことについての、まあ、問題意識を持ってこう取材したり、報道しようとしてできなかったっていう事例はありますか？일단뉴스에서는그런문제취재를못하게막고요그리고 PD 수첩에서도이미작년에한차례취재를하려고했는데착수도못하게막았어요가 FTA 의취재에도去年1回取り掛かってストップさせられたと。これはどういう話なんですか？내용같은거예요그러니까 FTA 의그러니까체결이될경우에남 FTA 가체결될경우에그게우리사회에미치는영향그문제를가지고취재하자는거였고그러다보니까당연히그안좋은부정적인측면이부각될것이다이런것들을우려해서못하게막았지요그렇다가작년말에국장이바뀌어요국장이바뀌면서새로운국장이올해는취재를하게해준거예요그런데그나마지금또총선이임박했다는이유로못나가게막고있는거예요その取材が OK になったのが今回の番組ということですね3月の中旬に報道、放送しようとしてたあのその PD 手帳の番組ですね、この、PD 手帳とかね MBC とか、まあ、だけではなくて他の局他のマスコミも FTA を報じようとするときにこういう、壁に突き当たっているんではないかなと思うんですけどその点はいかがでしょう맞아요지금 TBS 도지금저희 MBC 가파업에들어간이유로오늘이56일째오늘이56일이됐네요56일째거의두달이다돼가는데 MBC 역사상가장긴파업입니다지금그 MBC 파업이후에 KBS 그리고 YTN 그리고연합뉴스여기가다지금파업에들어갔어요근데대부분의언론사들이다사정은비슷할거하다고보고있어요제일먼저이야기하셨던국민일보였죠제일먼저파업한건국민일보가제일먼저였나요국민일보가먼저였죠そうです국민일보같은경우는이사장문제그쪽은말그대로사장문제가제일큰이슈고요그다음에이제공정방송문제가이슈가되기는건우리파업이죠あのどういうストライキって現実にはどういうことになってるんですか？まあ実際、テレビを見てないから韓国のテレビを見れてないのでわからないですけれども、番組は流れない。じゃあ代わりはどういうふうにしている？どんなような状態になってるんでしょう？뉴스같은경우는시간을대폭줄였고요그리고 PD 수첩같은경우는방송이안나가고있고요다른프로그램들로대체해서내보내고있어요 PD 대장というのは1週間に1回ですか？それと毎日？ PD 수첩일주일에한번인가요？네일주일에한번週に1回です週に1回 PD というのはどういう意味なんですか PD 라는게어떤의미예요 PD 가어떤의미냐고요프로듀서프로듀서프로듀서드라마 PD, 예능 PD 도있지만우리는시사교양 PD 가있거든요드라마프로듀서또아노그바라이어티프로듀서도ありますけれども아노우리たちには아노지지교요프로듀서가있습니다프로그램디렉터ではない프로그램디렉터는ではない能力ではないと PD 줄임말이아니고프로듀서인거죠 、네、아프로그램디렉터じゃなくて프로듀서です나로다了解MBC にはその従業員が何人ぐらいいて労働組合の組合員は何人ぐらい今回のストーリーは何人ぐらい参加しているんですかつまり何人が今仕事をしてない状態なんでしょう MBC 전체사원은1600명정도되고요노동조합조합원은1000명정도였는데지금파업이후에한50명정도가증가했고요그리고파업참가자는570명에서시작해서지금770명이넘었어요
이 570명에서 770명이 일을 지금 안 하고 있는 건가요? 그러니까 맨 첫날, 파업 첫날 570명이 파업에 참여를 했죠. 예. 일을 안 했죠. 예. 지금 한 770명 넘는 사람이 파업에 참여를 했어요. 자, 교수이지 않아요, 이제 금이야 이제 교수상 같은데 안 돼. 강제할 수가 없죠. 교수의 뜻은 맞아요. 나도. この人はどうなるんでしょうか。どういうふうに決着を見るんでしょうか。見通しはどうですか。またそれに結果はどうなると思いますか。글쎄요파업의결말우리가이길거예요사장이나가든지 MBC 노동조합역사상 MBC 역사상가장긴파업이50일파업이에요그런데이번에그기록을갈아치웠거든요이제92년도에50일파업을했는데それが92年度のストでしたが50日のストは우리가20년만에그기록을갈아매일매일갈아치우고있거든요그렇게된가장큰원동력은조합원들의자발적인참여예요지금도참여자가날이갈수록늘고있고요파업을시작한뒤로사상처음으로보직간부들이보직을사퇴하고파업에동참하는사람들이지금한30명정도돼요약속약속간부약속때나타대가도약속그러니까그보직이라는말을부르는거라냐간부예요그냥그러니까예를들어저사회부장사회일부장국제부장보도국에서는그렇고뭐다른데서도예를들어드라마부장이런사람들이자기는더이상김지철밑에서일못하고파업에참여하겠다라고보직을버린거예요나더이상부장하지않겠다직책을버리시는거죠그렇지그렇죠직책을버리는거죠예주말뉴스메인뉴스앵커도앵커그만하고내려왔잖아요つまり管理職ですね管理職も参加することはなかったやっぱりすごく危機感は高まっていると以前よりはずっと危機感があるそれはなぜなんでしょうこれまでと一番違うところはどこなんでしょうかこれまで公正報道を求めてきたことはね変わらないと思うんですけれどもでも今回のストが長引いてしかも皆さんの危機感が強いというのはどういうことなんでしょうか일단그동안그공정보도훼손한사태가전례가없는일이에요だから軍事政権みたいだということです。そういうことですね。軍사정권같은。그렇죠。네、そうです。우리가이야기해요스스로20년전으로우리보도가다후퇴했다고전두환군사정권시절로후퇴했다라고이야기해요私も20年余り前に来て20年ぶりに来てるんですよ자기20년만에한국에온거예요 僕はソウルに来たということです。そういうことです20년전에우스갯소리로땡전뉴스라고했잖아요전두환정권시절에땡전뉴스라고했는데우린지금거의그차원으로돌아가는걸로지금생각하고있어요땡전뉴스가뭔가요아홉시뉴스땡하면전두환대통령은하고시작하는거예요그래今日の集会も今開かれてると思うんですけど視聴者前で皆さんの要求と同じようなものなんでしょうか。それはそれでまた別のものなんでしょうか。今日の集会ですか。꼭그렇지는않아요。必ずそうではありません。重なってるわけではない。시청에서주장하는것은 FTA 반대하는거고요이쪽에서주장하는것은 FTA 찬성하는목소리와반대하는목소리를골고루담아주자는거예요それは皆さん主張それとも視聴者側の主張皆さんの主張물론다르다보면반대하는목소리가더많이담길수도있겠죠그건방송에서요예왜냐하면정부가찬성하는목소리를많이내고있으니까거기에균형을맞추자면반대하는목소리를많이넣고담아줘야되거든요社長が退陣して新しい社長が来たらそれで問題を解決するんでしょうかそれともこういうふうに社長を任命するシステムねそれ自体を変えなきゃいけないというふうにはならないでしょうか가장크게는일단사장선임구조자체를바꿔야되고요지금사장이나간다고해도어차피정부에서임명을한다면똑같이편향적인인사가사장이될가능성이지금현재로서는높아요
그렇기 때문에 아까 최대 목표가 사장 퇴진이 아니라 공영방송 쟁취라고 이야기를 한 거예요. 시스템을 바꾸시는 거예요? 시스템 바꿔야죠. 시스템을 가야죠. どういうことを 요구してるんですか? どういうふうに시스템을 変えろというふうな 요구なんですか? 거기에 대해서 구체적으로 말하기는 좀 어려운데요. 일단 두 가지 방안이 있는데 하나는 그 정부의 입김을 최소화하는 사장 선임 과정에서 사장 선임 과정에서 정부의 입김을 최소화하는 방향으로 사장 선임 구조를 바꿔야 되고 그 다음에 두 번째로는 사장이 임명이 되었다 하더라도 내부에서 사장의 어떤 그 뉴스나 시사 프로그램에 대한 간섭에 대해서 견제를 할 수 있는 장치들 그런 부분들을 좀 더 강화해야 된다 그런 생각을 갖고 있어요. 公正報道を実現するというのは大変抽象的なスローガンなんですけど具体的には何を皆さん要求するんですか例えば先ほどの PD 手帳の未放送の番組を放映させろとか FTA についての取材をちゃんとさせろとかそうした要求項目は入っているんでしょうか要求사항에これ구체적인항목은없어요で사장이바뀌고바뀌게되면그런부분은자연스럽게다해결될거예요지금은또한つ二つで終わりにします確認的な한쪽만더할게요 MBC は MBC 独自でストしているということですがこれはなんていうかな業界全部のストライキではないというふうに聞いてますけれどもこのストが他の参加していない今ストに参加しているようなメディアに広がっていくことはあるんでしょうか例えば先ほど、朝鮮日報、中央日報、東亜日報、チュンドンアウトというポスターを見ましたが彼ら標的にされてますけどこの中の労働組合の人たち真面目な記者もいると思うんですけど、ね、彼らも自分のところでストを打とうとかですねそうした変化は起こらない横に広がっていくことはありえないんでしょうか그쪽은전혀파업을못할거예요できない。それはなぜ왜안돼거긴거의불가능할거예요거기사기업이기때문에아そこは私企業私企業ですのでですので不可能だと思いますでも労働組合あるでしょ그래도노동조합있지않나요노동조합이굉장히약하고그리고사기업이기때문에한번위에서찍히면평생저뭐라고해야될까그좀이렇게승진이라뭐이런데나는제약을받기때문에나도도이제広がっていかない그퍼지긴퍼지는데거기만안퍼지는거아닌가요지금안그러니까지금저파업을하는데를보면은 MBC 도그렇고 KBS 도그렇고 ITN 도그렇고연합뉴스도그렇고전부다정부가사장선임과정에직접적으로영향을미치는방송사그리고기관통신사예요なるほど YTN もそれから連合通信もそうなんですね사장선임권이있는거예요네そうです연합뉴스는기관통신사예요국가기관통신사 YTN もそうなんです公営なんです케이블인데케이블 TV 네그래도실질적으로국가가소유권을가지고있어요わかりました皆さんが本当に、FTA の問題とかをどんどん放映できるように報道できるように祈ってます願ってますでその問題が、日本にもちゃんと届いて日本の TPP の問題がね、ちゃんと考えられるようになったらいいなと思ってます、ありがとうございましたいえ、ごめんなさいどうもありがとうございました。感謝합니다。